隊である。極東アメリカ陸軍、米非軍、あるいは、当時後から、ユサフフェとも呼ばれる。フィリピン陥落後も、元将兵らが、ユサフフェを名乗って、抗日ゲリラとして活動した。フィリピン・スカウトの三十七ミリメートル対戦車砲部隊。一九百四十一年頃の訓練の風景。米西戦争後に、アメリカ合衆国によって、植民地化されたフィリピンは。 独自の軍隊を持たなかった。フィリピン警察軍が一般警察機能に加えて多少の武装を備えている程度だった。フィリピンの防衛についてはアメリカ軍の駐留部隊が全責任を負っていた。駐留アメリカ軍の主力は1913年に設置されたアメリカ陸軍フィリピン部で約1万人の兵力を有し、うち半数はフィリピンスカウトと呼ばれる。 現地人志願兵からなっていた。1935年にフィリピンの独立方針が決まると独自のフィリピン軍の創設が着手された。フィリピンコモンウェルスの初代大統領となったマニュエル・ケソンの要請でアメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー少将やドワイト・ディ・アイゼンハワー少佐らが軍事顧問として派遣された。マッカーサーらは 独立予定の1946年までに常備軍1万人と予備役40万人のフィリピン陸軍を整備する計画を立案した。フィリピン全土を10個管区に分けて有事の際には各管区で7500人規模の予備役師団を編成、常備師団1個と合わせて11個師団となる計算だった。この計画には魚雷艇十六隻を有する沿岸警備部隊と 高速爆撃機100機を有するフィリピン陸軍航空軍も含まれていた。マッカーサーは計画達成の暁にはあらゆる侵略に対抗できる自衛戦力が備わると評価していた。しかし財政的問題や士官の不足などからその整備はゆっくりとしたペースであった。フィリピン陸軍航空軍に対して訓示を行うダグラス・マッカーサー。 日米関係が悪化して軍事的緊張が高まる中、1941年前半から極東方面の連合国軍部隊を指揮する高等司令部の設置が検討され始めた。同年6月頃には検討が本格化し、日本の南部仏印進中の動きに応じて7月26日にアメリカ極東陸軍の創設として実現した。その司令官には、 1937年に退役していたダグラス・マッカーサーが少将として現役復帰して着任することになった。人選の背景にはマッカーサー自身の積極的働きかけと彼のフィリピンなどでの豊富な経験への期待があった。なお、マッカーサーの階級は翌27日に中将太平洋戦争開戦後は大将へと進んでいる。 米極東陸軍司令部はマニラに設置された。中流アメリカ軍と軍事顧問から集められた司令部の職員は40歳代後半が中心の若い構成となった。その指揮下には既存のアメリカ陸軍フィリピン部のほか戦時体制に移行したフィリピン陸軍部隊も収まることになった。これにより初めてフィリピン中流アメリカ軍と フィリピン陸軍の指揮系統が統一された。以後、米極東陸軍司令部が作戦計画、軍備計画立案と指揮の中心となり、フィリピン部司令部の機能は、フィリピン陸軍の教育管理など広報部門に限定された。10月には、フィリピン部司令官もマッカーサーが兼任するようになった。米極東陸軍が編成されると同時に、 部隊の増強が急務となった。7月末時点で22,500人の兵力を有した中流アメリカ陸軍については、中核部隊であるフィリピン医師団を近代的な三端医師団に改編するとともに、戦車や対戦車砲、対空砲、新型航空機などの追加が進められた。また、現役復帰前からマッカーサーが要望していたフィリピン陸軍の動員も、 9月1日に実行に移された。12月15日編成完了を目途に、10個艦区で、それぞれ1個師団の動員が進められた。アメリカ陸軍の正規部隊と異なって、アメリカ議会の統制が及ばないため、部隊規模の拡張について、米極東陸軍司令部の裁量の幅が大きく、迅速な決定が可能だった。しかし、小銃以外の装備が、 大幅に不足しているなどの問題があった。この間、9月には、アメリカ陸軍上層部からは1個周辺師団の増援も提案されたが、マッカーサーはこれを断り、代わりにフィリピン師団改編用の補充部隊や各種新装備の補給を急ぐよう求めている。結局のところ、米極東陸軍は、 十分な戦力整備が終わらないままで1941年12月8日の太平洋戦争勃発を迎えた。例えば、フィリピン師団会編用の第34不評連隊はまさに12月8日にフィリピンへ向けて出港予定で準備中であった。フィリピン陸軍の各師団の動員状態は2、3が進行した程度で、動員済みの部隊も装備や訓練は 不完全だった。中流アメリカ陸軍の兵力は3万1000人、フィリピン陸軍の兵力は約10万人であった。それでも、マッカーサーは事態を楽観視していた。従来のマニラ湾、パターン半島への路上作戦を変更し、フィリピン全島の防衛と航空戦力による積極作戦を支持した。11月4日には、マッカーサーの防衛計画に基づき、 北ブルソン部隊、南ブルソン部隊、ビサヤミンダナオ部隊などの作戦区分が正式発令された。この区分に沿って、米極東陸軍はフィリピンの戦いを戦ったが、兵力や物資の分散を招いたこともあって、敗北を喫することになった。ジョナサン・ウェイン・ライトとダグラス・マッカーサー。1月30日、フィリピン中流のアメリカ海軍部隊も、 極東陸軍司令部の指揮下に編入された。バターン半島とコレヒドール島要塞の米へ、極東陸軍部隊が追い詰められる中、1942年3月12日に、マッカーサーはコレヒドール島を魚雷艇で脱出した。マッカーサーは脱出先のオーストラリアで引き続き、極東陸軍司令官として作戦指揮を取るつもりで、 コレヒドール島に残された司令部要員に前進指揮所を構成させ、補給物資の受け入れなどで連携させようと考えていた。しかし、マッカーサーの意図を知らない国防省や陸軍参謀本部は、現地のジョナサン・ウェインライト少将を中将に昇進させて極東陸軍司令官として扱い、3月20日に新たな司令部である在フィリピンアメリカ軍司令部の 司令官に任命した。指揮下の全部隊がユースフィップに引き継がれた。3月21日に至ってマッカーサーは初めて参謀本部に連絡を行ったが、参謀本部は遠距離指揮の困難や指揮系統の複雑化を理由にウェインライトとの交代という方針を変えなかった。4月18日にマッカーサーが 連合国南西太平洋方面総司令官に転じて、米極東陸軍は完全に活動停止状態となった。後継となった、ウェインライトのユースフィップも5月6日に降伏を日本軍に申し入れて、これ非道ル要塞を解除。フィリピン全土の残存部隊に降伏命令を発して、その任務を終えた。なお、これより、先4月9日に、 バターン半島で投降した将兵は、バターン氏の更新を経験している。1943年2月26日、連合国南西太平洋方面軍の霊下に、米極東陸軍は、再設置された。南西太平洋地域のアメリカ陸軍と、フィリピン陸軍が、その霊下部隊とされた。ブローニング M1917 へ、機関銃の操作を、 フィリピン陸軍航空軍の士官候補生に教えるアメリカ海兵隊員。アメリカ極東陸軍は学面上は11個手段という大兵力を有していたが、その実戦力は必ずしも有力とは言い難かった。アメリカ陸軍の正規部隊はフィリピンスカウトも含めて連動は悪くなかったものの対戦車砲や輸送車両が不足がちだった。中核部隊となる フィリピン師団は、アメリカ本国編成の不評連隊1個を既存の、フィリピンスカウト連隊のうち1個と入れ替えて、アメリカ人主体の連隊戦闘団2個を編成できるようにする計画だったが、実現しないままだった。フィリピン陸軍に至っては、開戦時にも、未だ人員すら揃わない状態だった。各師団は3個不評連隊と2個砲兵大隊。 対戦車砲大隊などから構成されるはずだったが、訓練まで終えたのは、各1個不評連隊程度に過ぎなかった。例えば、11月18日に誕生した第31師団の場合、零下3個不評連隊のうち、第1陣である第31不評連隊は9月1日に、動員済みだったものの、第2陣の第32不評連隊は、 師団戦列に合流したのが12月6日、第三陣の第33不評連隊に至っては11月25日に、ようやく動員着手という具合であった。最初の砲兵大隊である第31砲兵大隊の動員着手は、開戦後の12月12日で、2個の砲兵大隊が、揃ったのは、バターン半島での牢場戦の最中だった。 対戦車砲大隊は編成されないままに終わった。兵器や弾薬の不足も著しかった。これもフィリピン陸軍第31師団の例で見ると、分隊支援火器のはずのブローニングウェム1918、自動小銃は1個中隊に1丁、師団砲兵用の 75mm 野砲は、小銃器が欠けた状態の8門だけが配備された。重機関銃と小銃は、それなりに、 数が揃っていたが、旧式のブローニング m 1 9 1 7へ、機関銃とスプリングフィールド M1903、小銃だった。弾薬不足は、訓練にも影響し、9月に動員された第31府標連隊が、最初の実弾射撃訓練をしたのは11月24日という、ありまだったが、実弾射撃経験なしで、実戦投入された他の多くの、 フィリピン陸軍部隊よりは恵まれていたという。また、フィリピン陸軍の沿岸警備部隊は、イギリス製の魚雷艇36隻の配備を計画していたが、第二次世界大戦の勃発で、イギリスからの輸入は2隻のみしか実現しなかった。代わって、現地生産が試みられたが、1隻完成しただけだった。このほかフィリピン陸軍兵士に、 軍事教育を施すときには言葉の壁も問題となった。共感となったアメリカ人兵士は英語しか返さず、フィリピンスカウト出身者などの幹部はタガログ語を使い、同じフィリピン人でも一般兵士は出身地域ごとの言語を話した。それでも次第に信頼関係はできていったという。ユサフフェゲリラを称えるアメリカのプロパガンダポスター、戦う。 フィリピン人が党は常に自由のために戦う。と書かれている。これ非道ル要塞が陥落して、降伏命令が発せられた後も、元アメリカ極東陸軍の兵士の中には、ユサフェゲリラを名乗って、日本軍に対するゲリラ戦を継続するものがあった。旧フィリピンスカウトやフィリピン陸軍の装備や指揮系統、そして兵士たちの訓練と戦闘経験が活用された。 アメリカ軍もユサフェゲリラの活用を考え、潜水艦などで武器や通信機といった補給物資、連絡員を送り込み支援した。連合国軍のフィリピン反抗作戦の際には、アメリカ軍の正規部隊と連絡を取って共同作戦を展開し、総統選などで成果を上げた。フィリピン人の兵士としての適正と働きぶりは、マッカーサーにも感銘を与え、 一万人のフィリピン兵が欲しい。そうすれば私は世界を征服できるだろうと言って褒めたたえた。戦車隊の脇を通過する第26機兵連隊。部隊名はフィリピンスカウト部隊であることを示す。ただし、開戦後の1941年12月30日にはフィリピン部司令官にアラン・マクブライド順将が就任して、 兼任体制ではなくなっている。元々のオレンジ3号計画では、マニラ湾に防備を集中して、地帯戦闘、さらに、バターン半島で6ヶ月間の牢上戦を行って、救援を待つ計画だった。ただし、現実には6ヶ月間での救援は、不可能と予想され、フィリピン守備隊は、最終的に敗北することが、暗黙の想定だった。 新しいレインボー5号計画でも同様の主制作戦が当初案であったが、マッカーサーの強い反対で計画が変更された。ありがとうございます。